ミスターガラスは2019年公開のアメリカ合衆国のサスペンス映画、アンブレーカブルとスプリットの続編として制作され、それぞれに登場したデビット、イライジャ、ケビンを主要人物として描く。制作及び全米配給はユニバーサルピクチャーズが担当するが、世界配給はウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズが2007年以来となる。 ブエナビスタインターナショナルのレーベルで担当する。日本では2000年公開のアンブレーカブルにおける音楽協力はエーベックスエンタテインメントが担当していたが2019年公開のミスターガラスにおける音楽協力はユニバーサルミュージックが担当することになった。特殊能力を有するデビッドダンは人々から監視人と呼ばれ息子のジョセフと共に 犯罪者を取り締まる活動を続けており、デビットは群れによる連続殺人事件を日夜追っていた。ある日、デビットは偶然群れの人格の一人であるヘドウィックと接触し、廃倉庫にチアリーダーたちが監禁されているというビジョンを見る。人質の救助に向かい彼女たちを救出に成功するが、そこでケビンの人格の一つビーストと熾烈な戦闘となる。二人は、 互角の戦いを繰り広げるが、包囲していた警察に捕まり、精神病院に入院させられてしまう。精神病院にはかつてデビットが通報した、イライジャ・プライスも収容されていた。精神科医のエリース・ステープルは、自身をヒーローと主張する患者の治療に専門としていると語り、デビットら3人は、彼女の治療を受けることとなる。彼女は3人に対し、 特殊能力の有無の否定と、それを信じる精神の疾患を訴える。当初は納得できない三人だったが、デビッド、そしてパトリシアをはじめとする、群れの一部は、彼女の言葉によって、次第に自信が揺らいでいく。一方、無気力状態を装っていたイライジャは、病院の監視の穴を突き、群れと接触して、ビーストの人格を表出させようとする。彼は、大衆の目の前で、 デビットとビーストを戦わせ、彼らの存在をもってヒーローの実在を世界に証明するために動いていた。翌日、イライジャが病室を抜け出していたことが監視カメラの記録から発覚し、彼は精神的疾患を治療するための処置をマシンによって強制的に実行されてしまう。しかし、彼は群れと接触した晩に処置用のマシンに再をしており、 再び無気力状態を装って、職員の隙を突くことに成功する。その後、イライジャとビーストともに脱走を試み、デビットもまた、イライジャの計画に必要な駒であるため、彼に誘導され、病室から抜け出すこととなった。ビーストは、病院の職員たちを殺害しながら、病院の外へと脱出することに成功し、デビットもビーストを止めるために駆けつけ、そしてケイシー、ジョセフ、 イライジャの母もその場に居合わせることとなった。デビットとビーストは常人離れした激しい戦いを繰り広げる。しかし、ジョセフが彼らの間に割って入り、ビーストにある真実を告げる。ケビンの父親が彼の前から姿を消してしまったのは、かつてデビットが無傷で生還したイーストレール117号の事故で亡くなったからであり、その事故を起こした者こそイライジャであると。 それを聞いたビーストはイライジャに自身の存在意義を与えたことの感謝をするが、同時にケビンを救うはずだった父のシーンを作った、超本人として制裁を与える。その後、ビーストはデビットと戦いを再開し、彼を貯水タンクに押し込め終わった。彼にとどめを刺そうとするが、デビットはタンクを破壊し、危機を脱する。ビーストは彼との決着は、 全世界の前でつけるべきだとして、その場を立ち去ろうとする。しかし、ケイシーによって引き止められ、主人格であるケビンが呼び戻される。ケビンは、彼女の愛情で、照明の主導権を握ることに成功するが、警官に腹部を狙撃され致命傷を負う。デビッドは、弱点の水による衰弱から何とか立ち直ろうとするが、腕に入れ墨をした警官によって、 水たまりに顔を押し付けられ窒息させられそうになる。そして、そこに、エリーが現れ彼に手を握らせて、自身の記憶を彼に見せる。彼女は、ある組織の一員であり、その組織は遥か昔から、デビットやケビン、イライジャのような特殊能力を持った人間が公になり、世の中の秩序が乱れることを防ぐため、暗躍していたのであった。姿勢は、 その組織の一員であることを示しておりエリーの腕にもそれは刻まれていた。当初、エリーはデビットたちに対しての処理を穏便な方法で行う予定であったが、イライジャと群れが暴走し、それにデビットが接触したことで眼下できない状況になってしまい、やむなく別の方法を実行するのであった。デビットはそのまま入れ墨の警官によって窒息死させられ、 腹部への銃弾が致命傷となった。ケビンもケイシーに見取られながら息を引き取る。イライジャもビーストによって致命傷を負っていた。そんな彼にエリーは特殊能力を持つ人間が存在しているという彼の考えが正しく、それを公になることを防ぐために自分たちが活動していたことを告げる。イライジャは母にこれは、 ヒーロー誕生の物語であるいうことを語ると、自身が正しかったと確信しながら、息を引き取る。その後、エリーはこの一同の騒動の証拠を隠滅し、組織の者たちと次なる街へと移動しようとする。そして、彼女は街のコミック展に足を運ぶが、そこで、客たちの黒幕は、真の計画を隠し、別の計画で人々を欺きを注意をそらすという談話を耳にして、 精神病院へと駆けつける。イライジャは脱走中に、病院中の監視カメラを利用して、ビーストやデビットの姿が、より多く映るように動いていたのである。そして、これらの録画データを密かに、個人サイトへと送信し、そこからケイシー、ジョセフ、イライジャの母へと録画データが届けられるように、採掘していたのであった。エリーは、イライジャの命がけの計画に敗北し使命を、 果たせなかったことに発狂してうずくまってしまう。そして、ケイシー、ジョセフ、イライジャの母の3名は亡くなった愛する者たちの存在を証明するために録画データをネット上にアップロードし、互いに手を取り合いながらその成果を実感するのであった。カッコ内は日本語吹き替え2000年11月にアンブレイカブルが公開された直後から、同作の続編が制作されるとの噂が、 ネット上で広まっていた。ブルース・ウィリスはアンブレイカブルが三部作の第一作になることを望んでいたが、12月に出たインタビューでシャマランはその可能性を否定した。2001年8月、アンブレイカブルの DVD 販売が好調だったことを受けてシャマランが続編の制作に意欲を見せていると報じられた。2008年9月、シャマランとサミュエル・エル・ジャクソンが アンブレーカブル続編の可能性について話し合ったが、同作の興業収入が伸び悩んだこともあって、話し合いは不守備に終わったとの報道があった。2010年2月、ウィリスが、シャマラン監督は、続編の制作を諦めていないという趣旨の発言をした。2017年1月20日、シャマラン監督の新作、スプリットが全米公開された。同作の悪役、 ケビン・ウェンデル・クラブはもともとアンブレーカブルに登場する予定だったが、ストーリー全体のバランスを考慮した結果、最終的には削除されたキャラクターであった。スプリットの脚本はその時のアイデアをもとに執筆された。スプリットのエンディングにアンブレーカブルのデビッド・ダンが登場したのは、両作品が同じ世界観を共有する作品であることを明確にするためであった。 スプリットの公開直後のインタビューで、シャマランはアンブレーカブルとスプリットが三部作構成の作品であり、その完結作を制作する準備を進めていると明言した。続編の制作にあたってアンブレーカブルとスプリットの配給会社が異なるという問題が存在していたが、シャマランは後者を制作する時点で前者の権利を持っていたウォルト・ディズニー・スタジオの許可を取り付けていた。 同社の社長、ショーン・ベイリーはディズニーが本作の制作に関与することを条件にアンブレーカブルのデビッド・ダンをスプリットに登場させて良いとシャマランに約束した。その際、ディズニーはアンブレーカブルに出てくるキャラクターの使用量をシャマラン側に請求しないことでも合意した。2017年2月6日、スプリットが批評的、工業的に成功したことを受けて、 本作の制作が正式に始まったと報じられた。4月27日、シャマランは自身のツイッターで本作の脚本が完成したことと本作のタイトルがグラスに決まったことを報告した。アンブレイカブルとスプリットの主要登場人物を演じた俳優たちの続投は早くから決まっていた。2017年7月24日、 サラ・ポールソンの出演が決まったと報じられた。11月、アダム・デビット・トンプソンがキャスト入りした。2017年10月2日、本作の主要撮影がフィラデルフィアで始まった。精神病院のシーンの撮影はアレンタウン州立病院で行われた。2018年4月25日、シャマランが出席したシネマコンで本作の予告編がお披露目された。 6月29日、本作のポスター第一弾が公開された。7月12日、本作の劇中写真が初めて公開された。20日、サンディエゴで開催されたコミコンで、本作のファーストトレーラーが公開された。2019年1月12日、イーストレール117号三部作を一気に上映する会が初めて催された。本作は、 公開初週末に4500万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、実際の数字はそれを少し下回るものとなった。2019年1月18日、本作は全米3841巻で公開され、公開初週末に4032万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。この数字はアンブレイカブルと、 スプリットの初動成績を上回るものであった。本作に対する批評家の評価はかんばしいものではない。映画批評集積サイトの6点トマトズには249件のレビューがあり、批評家支持率は36%、平均点は10点満点で5点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ミスターガラスは、エムナイトシャマランがひねりの効いた。 世界観を存分に構築する様を垣間見せてくれる。しかし、結局のところ、長年温められてきた三部作の結末としては、がっかりさせられる出来である。となっている。また、メトクリティックには47件のレビューがあり、過重平均値は42、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B となっている。本作の公開直後からネットを中心に続編を、 待望する声が上がっているが、シャマランは、ミスターガラスのストーリーをさらに掘り下げることは可能だが、続編を作る意欲はないという趣旨の発言をしている。ありがとうございます。